モグラメはかつて使われた古乳鉱の一目。食中目、食中類とも訳す。食中目には原始的な性質を共有する雑多なグループが含まれていた。しかしその後三度にわたって解体され、現在は正式な分類群としては使われない。まず1972年頃までに形態と化石の研究により有毛調亜目と 原誠ジュア目がいくつかの独立目に分離され、残った無毛蝶アモクが無毛蝶目となったが、その後も無毛蝶目のことを食中目と呼ぶことが多かった。無毛蝶目は、分子系統学的研究により1997年頃、新無毛蝶目とアフリカとガリネズミ目に分割されたが、その後も新無毛蝶目を食中目と呼ぶことがあった。さらに2005年頃、 新無毛鳥目はトガリネズミ目とハリネズミ目に分割する意見も提出されたが、その後の分子系統学的研究によると、トガリネズミか、モグラか、それのドンか、ハリネズミかはほぼ同時に一斉に分化したので、分岐順序を確定することが難しいことが分かった。したがって4科を並列に扱って、新無毛鳥目とすべきである。また2020年に発行された。 イラストレーテッドチェックリストオブザ・マーマルズ・オブザ・ワールドでも、新無毛鳥目を採用している。もぐらめとは食中目の同義語とみなされたが、歴史的に新しい用語であるため、本来の食中目の意味ではなく、無毛鳥目の意味で使われた。曖昧さを避けるため、ここでは原則として、もぐらめという言葉は使わず、食中目、無毛鳥目と呼び分けることとする。無毛丁目は現在は、 分類群として認められていないため、ここでの記述は無毛鳥類とする。かつてはトガリネズミ型アモク、ハリネズミ型アモク、テンレック型アモクの3アモクに分類されてきた。これらの内トガリネズミ型アモクとハリネズミ型アモクは近縁であるが、テンレック型アモクは系統的に離れており、無毛鳥類全体は多系統である。現在は以下の通り、2目に再分類されている。 無毛鳥類は、原生で6科約60属、約370種からなり、この種数は、哺乳類ではネズミ目の、約1800種、コウモリ目の、約1000種に次いでいた。なお、原生種の7割が、トガリネズミ科である。絶滅科としては、近代に絶滅した一科と、地質時代に絶滅した五科前後が知られる。無毛鳥類は、細長いほっと短い前後子を持つ。 ほとんどが小型の哺乳類である。その中には、世界最小の哺乳類である小人ガリネズミも、含まれる。最も大きなもの、すなわちポタモガールや、テンレックでも、猫程度の大きさで、前者は体重1ラムほど、後者は0.5から1 5ラムほどしかない。無毛鳥類のすべての種は、歩くときに、手のひらと足の裏を地面に全面つける、足裏化。 半分つける、半足裏行政である。手足にはカギ爪を持つ。指の数は前後肢とも5本であるが、講師の指が4本しかない四つ指針ネズミを例外と、する。無毛鳥類の形態的な特徴としては、比較的小さくて、シワの少ない脳、眼科公園の骨の欠如、ほとんど過骨していない、個室法、個室輪に直接付着する鼓膜、原始的な鎖骨などが挙げられる。 もう一つの特徴は、アブミコツ動脈が脳への血液供給の主な通路となっていることである。さらに、清掃が陰脳内に加工せず、復腔内に留まっていたり、相配質空を持っていたりするものもあるが、このような原始的な特徴は、カモノハシメやフクロネズミメと共有されている。無毛鳥類の生活圏は、地上、地中から、木の上、水中まで広範囲にわたるが、 そのほとんどは夜行性または白母性の単独生活者である。多くは嗅覚と聴覚がよく発達しているが、反面目は小さく、視覚は比較的貧弱である。主な食物は昆虫類を中心とする無脊椎動物だが、ある程度雑食化しているものも多く、その食物には小型脊椎動物や様々な植物質の栄養源が含まれる。 モグラメの原名、食虫メは、ラテン語のインセクティベラを直訳したものである。有体蛮類の共通の祖先は、原生の無毛鳥類と同様の、食虫性、夜行性で、小型の動物であったと考えられ、無毛鳥類は、原生の有体蛮類の中では最も、原始的なグループとされた。無毛鳥類は、南米の大部分と、オーストラリア・ニューギニア島、南極を除く、 世界各地に広く分布している。それのドン類は西インド諸島にのみ、テンデック類は西、中部アフリカとマダガスカルコモロ諸島等の島諸部にのみ、また、キンモグラ類は中南部アフリカにのみ生息している。南米ではただ一族、コミミトガリネズミ類がコロンビア、ベネズエラとエクアドルに分布しているに過ぎない。無毛鳥類は人間に、 身近な一部のモグラ科やハリネズミ科、実験動物科が進められているとハリネズミ科のスンクスなどの数種はよく研究されているが、それ以外はこれまであまり熱心に研究されてこなかった。その植生と体の大きさから目立って人間に害をなすものが少ない上に、経済的な利用価値もほとんど認められないことが大きな理由であるが、その夜行性が研究を難しくしているという事情も、 あるとりわけ生息域の限定された種の中には、1930年代に絶滅した西インド諸島のネソフォンテス類のように、生態がほとんど知られないまま絶滅することが危惧されているものも少なくない。哺乳類の目のいくつかはリンネにまで遡るが、食中目はそうではない。リンネはハリネズミ、トガリネズミ、モグラを他の雑多な哺乳類とともに、 ベスッチ目に分類した。1811年、ヨハニー・リガー・エレガーは、ハリネズミ、トマリネズミ、モグラ、デスマン、テンレック、キンモグラなどをサブターニア化とした。1816年、HMD ・デブレンビルは、このグループをインセドーバーと呼び、1821年、トーマス・ボーディッチ・マウディッチが、インセクター・ボーラとラテン語化して記載した。食中目の誕生である。 1855年、ヨハン・ワグナー・ワーグナーは、ツパイ、ハネジネズミ、ヒヨケザルを、食中目に加えた。これ以降、食中目は、系統の不明瞭な虫食性の動物群をとりあえず、放り込んでおく目となり、ガラクタ箱、ゴミ箱などと言われることもあった。しかし、食中目への理解が進むにつれ、これらは次々と別目に分割され、ガラクタ箱は、 徐々に改善されることになる。1864年、ビルヘルム・ペータース・スピーターズは、以前から食中目に含まれていたグループには、盲腸がなく、ワグナーが新たに加えたグループには、盲腸があるということに気づいた。1866年、エルンスト・ヘッケルはこれに着目し、食中目を次の2ア目に分けた、その後も2ア目をそれぞれ目に格上げする。 有毛鳥目の一部を独立目とするなどが提案されたが、最終的に有毛鳥類の各グループは無毛鳥目とも互いにも共通点が少ないとされ、1972年に PM パートラーが食虫目を廃止し、無毛鳥目、ツスパイ目、ハネジネズミ目をそれぞれ独立目とした。一方、化石動物でも同様のことが起こっていた。20世紀半ばに、 原生の魔獣類より原始的と思われたハチカが便宜的に食虫目のハラマコ原誠ジュアモ目に分類された。しかしその後の研究でハラマコ原誠ジュアモ目は無毛鳥類とは系統的に遠いことが分かり、1972年にバトラーは原獣目、レプティクティス目、パントレスティス目として独立させた。なお、これらはその後も再編が進んでいて、また、 必ずしも、最も原始的な魔獣類とはみなされていない。なお、バトラーは食虫目を廃止したが、有毛鳥類が食虫目から分離されたとみなし、無毛鳥目を食虫目と呼ぶものも多かった。1954年、アールサバンは、携帯を使った系統学的解析により、無毛鳥目の中で、ハリネズミ科が他より離れている都市、無毛鳥目を ハリネズミ型アモクとトガリネズミ型アモクに分けた。しかし1981年、J.K. イイアイゼンベルグは、無毛長目の中で、テンレック化とキンモグラ化からなる系統が最初に分かれたことを示唆し、テンレック型アモクとして独立させた。しかし当時は、まだ、無毛長目の単系統性を疑うものは少なかった。1980年代より、分子生物学の発展により、 従来の生物分類体系には大きな変更が加えられた。その中で、テンレックマまた目は無毛蝶目の中で最初に分かれたのみならず、全く別の系統であることが明らかになった。また、まだ可能性があった、有毛鳥類のいずれかと無毛蝶目が近煙では、ないかという主張も完全に否定された。年、W.J. マフィエトルは哺乳類の新たな分類を、 発表した。これは、魔獣類を4つの大グループに分けるものであり、そこでは、従来の無毛蝶目が、別々の大グループに属する2つの目に分けられていた。この分類から、旧食中目の位置づけのみを抜粋すると、次のようになる。テンレック型目ーモクが、無毛蝶目の他のグループとは系統をことにする、アフリカとガリネズミ目として、目のレベルで独立した。このグループは、ゾウ ジュゴン目などと単系統をなす。この系統は、アフリカ大陸に起源を持つとされ、アフリカ獣上メと名付けられた。一方、トガリネズミ、ハリネズミ、モグラなど、それ以外の無毛鳥類は新しく、新無毛鳥目と命名され、ウマメ、ネコメ、コウモリメなどと単系統をなす。この系統は、北半球のローラシア大陸起源であるとされ、ローラシア獣上メと名付けられた。 なおこれ以降も、無毛蝶目が、食虫目と呼ばれたのと同様に、新無毛蝶目を、食虫目、あるいは、無毛蝶目と呼ぶことがあった。無毛蝶目を、新無毛蝶目とアフリカトガリネズミ目に分けるという、結論はすんなり出たものではない。分子系統学によって、ハリネズミ型ア目が、他と離れているというサバンの説を支持する結果が出る、こともあった。だが、結局は、 無毛蝶目は、新無毛蝶目とアフリカトガリネズミ目に分けられ、それぞれは単系統だという結論となった。新無毛蝶目内部の系統は次のようになる。2005年、ウィルソンリーダー、ママルスピーシーズ・オブ・ザ・ワールド第3版は、ハリネズミ型目と、トガリネズミ型目を、それぞれ独立目のハリネズミ目エリナッチアモーファと、トガリネズミ目ソリカモーファに格上げしている。しかし、 蒸気のように尖りネズミ目は、側系統である、可能性が高く、この分類は疑問視されている。その後、2020年に出された、ザイラストレーテッドチェックリストオブザ・マーマルズ・オブザ・ワールドでは、新無毛蝶目という見解にしている。ビニンが、エモンズへ通る、によれば、現生の新無毛蝶類は、ハリネズミかと、尖りネズミかを合わせたクレードと、モグラか、 それの鈍化の三系統が中世代に三分岐しているという。ハリネズミ科とトガリネズミ科とが単系統群を形成することはベケットアルによって示されている。古生物学者のマッケンナとベルはハリネズミ目、エリナッチアモーファにモグラ科とハリネズミ科を含めていたのでハラーのソリカモーファエリナッチアモーファもマッケンナとベルのエリナッチアモーファソリカモーファも系統的には破綻したことになる。 その後、佐藤エトールの推定によると、ハリネズミか、トガリネズミか、それのドンか、モグラかは、新生代に入ってから、ほぼ同時に分岐したとされた。これに対して、分岐年代については、異論もあるが、最終的には古生物学的な研究結果を待つしかないだろう。シモンズ2005、ハットマーフィーエトール2001、ローカエトール2004、ミルソンリーダー2005、 ハット・ハラー、R ・ウィルソン、D.E. リーダー、D.M. ママル・スピーシーズ・オブ・ザ・ワールド、A. タクセナミック・ジオグラフィック・レファレンス、ジョンズ・ホップキンス・ユニバーシティ・プレス、ピアニッシモ、212-311、ISBN 9780801882210、奥く62265494。A.B. ビニンダ。 エモンズ・エトール2007ハット・エビーベック2006マッケンナーベル1997ありがとうございます。